今ない〇〇を妄想する M8 状態ショータイム二等辺の友人はです、ね、隊長です。隊長でございます、はい、不安とか、うん、不安自分とか、うんうんうん、自分探しとか、うん、そんなようなことをよく聞くキーワードですよね。そうですよね、うん、まあ各言う私も、うん、スティーブン・コビーの7つの習慣とか、うんうん、デール・カーネギーの人に、うん、人を動かすとか、うんうん、っていう超古典から、うんうん、もう今に至るまで、うん、あらゆる自己啓発の本を読み、うん、あの不安を抱え、うん、寝れない日には YouTube から斉藤ひとりさんの声を聞き、うん、っていう人は多いんじゃないでしょうかと、うん、でもなんかそんなようなのをね、そんな、うん、まあ、同志私としては同志にですね、うん、なんとかそんなのを手放してほしいなって、うん、まあ、僕がそれを今もじゃあ手放せているかっていうと、うん、まあ、若干怪しいところはあるんですけども、うん、夜にそういうのを、うん、そういうのっていうのはあの、うん、不安を解消するには、うん、みたいなので YouTube を探したりはしなくなった、うんうん、し、その今日ちょっとなんか自分ってなんだろうみたいなことを思って、うんうん、あの Google で自分って打った瞬間に、うん、自分空白嫌いって出てきて、うんうん、あの予測で、うん、これ多分あの体調の YouTube、うん、あの検索でもそれが出てくる、うん、あ出てきます、ね、はい、うん、っていうところで、はい、その自分嫌いとか自分探すとか、うんうんうん、不安っていうのはに対してどうやってこの対応すれば、うんうん、この、まあ、現代社会、うんうん、コロナ禍、うんうん、先がわからないっていう中でどうやってあの生き残っていけるんだろうね、サバイブしていけるんだろうねみたいな動画が撮れればと思ってます、うんうん、それで検索する人が多いってことですもんね、自分嫌いし、まあ、うん、その自分嫌いとか、まあ、不安っていうワードは私もその YouTube では、うんうん、よく検索した、よ不安は打ったことあると思います、うん、し、あの引き寄せの関係はかなり見ましたね、うんうんうん、あのアファメーション引き寄せとかは、うんうん、ロンダバーンの僕 DVD はありましたね、シークレット。シークレット、はい。ロンダバーンですか、それ。そうですね、ロンダバーンの、うん、ザ・シークレット。ザ・シークレット。はい、何回見たかです、私も、うんうん。っていう人は多いと思います。うんうん、が、今の僕 は、うん、は話せました、それを、うん、まあ。いいのか悪いのかは分かりません。うんうん、が、その時よりもその不安だなとか、うん、っていう気分は解消されているのは、うんうん、なんかやっぱり なんでしょうね、まあ、僕もそんなに不安とは思ってないんですけど、はいはい、あ、まあ、なんか個別な不安いっぱいありますけど、はい、あれうまくできるかなとか、はい、これ期限まで間に合うかなとか、はいはいはい、そういう個別な不安はいっぱいありますけど、はい、なんか漠然とこう不安っていうのはあんまりなくて、でこのシークレットとかも、はい、まあ、不安はないけど今よりもいい状態にはなりたいみたいな欲求はあるわけですよ。でそれを常に思い浮かべていようとか、うん、そうそうそう、でそれ口に出そうみたいな、でそれを目的に不安の解消っていうよりはそっちなりたい自分になるために買うみたいな記憶あります、ね、でなんかその、うん、こういう、うん、ザ・シークレットとかでは思い浮かべる、うんうんうん、って言いながら、うんうん、この次の動画ですね、うんうん、メタシークレットっていうのが出て、そこではもう行動しましょう行動しましょうっていうのが上がっていて、それももう何万もう何百回と見たみたいな中で、でも結局はやりましょうなんですよね。そう、あの、なんかあのそうです、やっぱなんか自分探しって結局その多分なりたい自分と本当の自分、この本当の自分がくせ者だと思うんですよね。あなたには本当の自分があるんだよみたいなのが、あ、そうそうそう、よくねえんじゃねえかってちょっと思っている、で本当の自分っていうのが、はい、まあ、そもそもあるのかって話ですよね。あ、はいはい、確かにこの自分で探すと真っ先に結構大悟さんのやつが上がってきます、はい、でその大悟さんのを見ると、はい、本当の自分なんてものはそもそも考えるだけ時間の無駄だってっていうのは、うん、最近になって、うんうん、要は
まあ、今この動画を上げてますけども、うん、要はやりたいことを、うんうんうん、なんか周りからは、うんうん、今更 YouTube みたいな、うんうん、の中で、まあ、やりたいことをやってる自分っていうのができてきてからは、うんうん、その本当の自分じゃなくて、うんうん、やりたいことをやってる自分の方が上なのかななんて、うん、だからなんか僕の感覚的にはその、はい、本当の自分っていうものはまあそもそもないないっていうのか、なんかこういう遺伝子的にとかはあるかもしれないですけど、なるほど、科学的な自分の体を構成するアミノ酸がどうでとかっていうのはあるかもしれないけど、はいはい、DNA 的にはあって DNA 的には、はい、だけどこの考え方じゃないですか、はい、本当の自分とかって別に DNA は決まってて、はい、その DNA がそれですよっていうのはあるとしても、はい、それ以外のものって全て自分の考え方みたいなところじゃないですか、はい、意識とか、はいはいはい、で、すると本当の自分っていうのは、まあ、どんどん変化していく。そうですね、うん、で、まあ、本当の自分イコールなりたい自分なのかもしれない、うん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 、自分がこういうことをしたいけどできてないから、これは今の自分は本当の自分じゃないみたいなっていうところが先に来てるんじゃないかなっていう。あ、だとすると、うん、なりたいのに向かって歩き出せば、うんうん、それはもう、そうそうそう、なりたい自分じゃんっていうことですよね。なりたい、そう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 、はい、ただそれになんかその、うん、なんて言うんでしょう、お金だ、お金だ、稼ぎとか、うん、その見た目世間体みたいなのが、うん、わーってくっついてくると、うん、なんかその、うん、他人との比較で、うん、あ、そう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 、あの YouTube やるの格好悪いみたいな、そうですね、あの登録者数が全くいないとか、10とかで格好悪いなみたいな、ちゃんと喋れないと格好悪いなみたいな私カミですけどねっていうので、はい、多分やらないっていう、やれないっていう人が多いんじゃないかみたいな、はい、まあそれは YouTube に限ったことじゃなく、うん、今やりたいことが今更格好悪いみたいなのはあるのかもしれないですよね、うんうん、あ、人よりもうまくやってる人よりもうまくできないっていう、うまくできないとか、こう、まあ、上手に喋れないみたいなのもあるじゃないですか、はいはいはい、英会話とかでも今更英会話にちょっと行くのもなんかレベル低いしな、格好悪いなみたいな、でも本当は英語喋れるといいのになみたいな人はまあ結構いると思うんですよね。あとでもまあ、うん、それ思った瞬間にやり始めると、うん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 、多分その本当の自分とかじゃ、うん、を探してる、うんうん、自分はいなくなるのかなって思うんですよね、うん、で結局こう成長しましょうじゃないですか、あ、自己啓発でも何だとしても、でその成長の道しるべとして僕はこうやったよなんて、うん、みたいなのが結構多いと思ってます。結構多い、はい、でさっきのもこのシークレットでも最初はこうなりたい自分、なりたい自分でしたっけ、想像しましょうみたいな、はいはい、でところから、まあ、あとはこう行動しろっていう、はい、っていうところになるので、多分最初はそのメンタル的なブロックを外すところ、あ、なるほど、でもう次こう行動させるところっていう、でもややこしいのが、うん、なんか思うだけでいいって言うんですよ、うんうん、僕ずっと思ってましたよ2年間ぐらい何にもなりませんでしたよ思うだけは僕も得意ですよそこなんですよね、多分ね、そうそうそう、やっぱ行動がいるんですよね、体を動かせないとダメですよね、うん、やっぱり英語喋れるような自分を想像するみたいな、まあ想像だけじゃやっぱりなかなか喋れないんですよね。そうそう、そんなことよりも英会話教室で行った方が早いって話ですよね確かに本でもこう読んだ方が、中学校1年生の本からこう勉強した方が早いみたいな、っていうところで、うん、だとやっぱその自分探し、うんうんうん、探さなくていいっていうことですね。探さなくていいし、もうそもそも答えが出ないって大吾が言ってましたし、まあ常に今の自分が自分だとすれば、うんうんうん、そうで、もちろん自分はあるって思ってる人はあると思えばいいんですよ、別に、うんうんうん、それとただ自分がある、はい、まあ自分の考えなんで、はい、なんてのをずっと延々とやってるのがなんか哲学だったりする、うん、そうそうそう、自分はあるって言ったり、うん、ないんだっていうのが出てきたり、うんうん、はい、そう、あるがままでいいんだっていう人が出てきたり、はい、ちょっとまあそんな、もしか自分っていうのを例えば打ってこの動画にたどり着いた人は、その探さなくていいと、探さなくていい、もう今自分がやりたいことをまずできるところからやる、はい、まあ、多分見つからない
自分は見つからない。そうけど自分がやりたいことはある。やりたいことだったらやりたいことをやればいい。やればいい、はい、でやりたいことが変わればそっちをやったらいい。やればいいっていう、はい、うん、で行動していけば多分人間成長していけるみたいな、はいはい、っていう感じで、うん、今はその、うん、永遠とその、うん、なんていうの YouTube とか YouTube とか本で、うん、その常に不安だって打ったり、うん、もう打つまで言ってた私も、うん、さっきも全然そんなのは、うん、せずに、うん、まあなんか結構楽しめてます、うん、人生。その代わりなんて言うんだろう、ホリエモンさんとかみたいに、うんうん、あんな莫大なお金持って影響力持ってんのかって言われると、うんうん、まあ、それは持ってない、うんうん、けどそんな比較しなくていいってことですもんね。比較するだけ、もともとあんだけこう知名度があってお金がある人が始める YouTube と、はい、我々一般の無名のお金のない我々が始める YouTube では全く違いますからね、はいはい。でもこれが無駄かと言われると、うん、僕の中では全然無駄じゃないと思っていて、うんうん、はい、そう、チャンネル登録者数も増えていってるし、ちゃんと増えていく、うん、あの続ければ、うんうん、はい、でコメントもいただくようになってなるし、うん、であのもしかなんか悩んでるよみたいな人がいらっしゃったら、うんうんうん、なんか一緒に悩みたいななんて思っておりますと。一緒に悩みたいな、違うな一緒に悩みたいのかな一緒に、まあ、悩み解決のために考えるみたいな。そうですね、うん、その点なんか、うん、どんな視点を持つかですね、うんうん、あのよく岡田斗司夫さん、うんうん、あの僕大好き、最初も大好き、うん、岡田斗司夫さんは、うん、サイコパス人生相談なんかやってる、はいはいはい、サイコパスの視点から人生相談に答えるみたいなのをやってて、あれはあれです、とても面白い、うんうん、けどもよく我々が使うのが、うん、あのエニアグラムという、エニアグラム、その人は9タイプに分かれていて、うん、どっちのタイプに進むといいよみたいなのが示唆されているものがあるんですけど、もし我々のところにその、うん、なんかお悩みとか、まあ、こんなことで悩んでますっていうのがあれば、うん、ちょっとなんかそのエニアグラムっていうので、うん、あのその方の悩み相談、悩み相談、あなたはじゃあこんなタイプですねっていうのを、うん、っていうところから、まあ、こういうふうにするといいと思いますよっていうのを、うん、あのやっていければななんて、はい、思ってます、はいはい、来ますかねで、ちょっと今急にファッて不安がまた出てきてしまうのも、うん、ちょっと私のタイプが出たところではあります、うんうん、はい、でもこうやって、まあ、分かることがいいのかなと思ってます。あ、そうですね、知ることが、そう、自分がどんな人なのかが分かる、うんうん、あなたは自分のことが分かりますかと、うん、あ、今急に自分がないって言っときながら要は自分のまあ考え方のパターンが分かるってことですかね、うん、思考の癖みたいな、はい、のが分かるようになるので、うん、それをなんか自分をコントロールすることができるようになる、うん、から今僕の中では操縦席には、うん、あの最終回、ガンダムの最終回に近い開始点が載ってるんです、ね、うん、とても頼りになる冷静に物事を見れている開始点が載っている、うんうんうん、バンってきてもバンと、はい、不安が来て、はい、うん、またここにアムロを載せないところが僕の謙虚さだったりする、うん、アムロほど上手くない、うん、はい、なんてことを思いながら、はいはい、よろしければメッセージをいただければ、うん、あのお話ししましょう、はいはい、そう、まあ、メッセージでもいいし、メッセージでもいいし、あの動画に出ていただくみたいな感じでもいいです、はい、あの概要、ツイッターのアカウントが載ってます、うんうん、載ってます、ですチャンネルの概要欄から、そうですね、チャンネルの概要欄に、うん、あの二等兵です、うん、隊長です、うん、ツイッターのアカウントが載っているので、うん、そちらにメッセージをいただければ、うん、ズームというか、うん、あの通信で、通信で、通信って言うんですか今、オンラインで、オンラインで、うん、はい、なのであの顔出し嫌なっていう人は、まあマスクかなんかして、うん、はい、はい、いいのでお話しましょうと、はい、誹謗中傷はやめてください、傷つきやすいで攻撃のために出るとかやめてください、はい、はい、っていうところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。